はい、MF ゴーストアニメシーズン2単15後半のネタバレをしたいと思います。CM が開けてですね、テイラーちゃん。オルガンペダルですね。懐かしいなっていうか、ポルシェしかね、運転したことないですけどね、オルガンペダルの車って。まああれですね、クラシックカーとかはね、ありますね。オルガンペダルは結構あると思うんですけれども、オルガンペダルね、なかなかないですよね。まあ、テイラーちゃんがね、ドッグファイトの天才か、 って言うんですが、まあこれ伏線がありまして、奥山さんにですね、足を変えてもらって、大観山にですね、テストに行った時、アルピーヌに煽られた時ですね、あの時に彼方が興奮して、ドッグファイトに向いている、ドッグファイトに使える、みたいなね、ことを言っていたのが、まあ、ここで、えー、回収されるということですね。で雨が、ね、垂直に押してますけどね、<laughs> もう本当この雨のこのスピード管理が全くできてないのが本当気になりますね。で テイラーさんので、社内。 から、えー、車内目線のねカットがあるんですがまあ、ここ見ると、えー、ワイパーの吹き筋があるんですよねまあ、どうやら車内目線の時はワイパーの吹き筋ができるみたいなんですよね私あのワイパーの吹き筋が子供の頃から大好きだったんでね <laughs> すごい嬉しいですねワイパーの吹き筋、ね、まあ、嫌いな人いないんじゃないかなと、ね、思いますね、えー、田中くんの、ね、ヘッドセット実況のねマイクの付け根のところね、うヒンジがねおかしいな <laughs> ヒンジの形がねここすごい力がかかるところ なんですけどここはすごくね、か弱い感じの作りになってて、ヒンジが変形しちゃうんじゃないかなと思うんですね。力加えてね、調整したりするときにね。あと、あれですね、コードはね、こう振り向いたときにコードがつられて移動するんですけど、まあ、それが嫌だから、顎の、ね、ところにこうカール部分が作ってあるはずなんですけれども、関係なくただブランとぶら下げていてですね。 振り向いた時とかにコードがビッてこう一緒に動いてしまうんですけど、普通だったらですね、服とかの中にね、入れてね、ま、どっかに支点を作ってコードが一緒についてきたりとかね、しないようにするんですけれども、なぜっていうような感じではありますね。でも、3車ともで、センターラインをまたいで走行しているんですが、これは正しいなと思いますね。こう、道路って、かまぼこ型になっていて、水はけのためにね、かまぼこの形になっていて、 ちょっとでもね、センターからずれると、徐々に徐々に、まあ、溝の方に傾斜していくわけですから、えー、真ん中をね、センターラインをまたいで走るっていうのが、まあ、一番いいかなとね、思います。えー、そしてで、ね、池田のね、池田さんの、まあ、謎かけがね、始まるわけですね。なぜでしょうってね、いうことですが、まあ、答えは、まあ、ヨーロッパ経験っていうようなことですね。まあ、ここでですね、ポール・リカールと、その前にあれか、と、これは、 ドイツなんですが、これはホッケンハイムっぽいですね。ホッケンハイムと、それからポール・リカール、フランスですね。そして、イギリスのシルバーストーンが背景で使われるんですが、これ、シルバーストーン以外は多分、シーズン1で使われたものと同じみたいですね。まあ、加工はセピア色から、ちょっと違うものになってたりするんですが、同じ背景が使われてるみたいですね。まあ、でも、これこ、改めてこの3人を見ると、野先生が も好きなんだなっていうねよくわかりますよねミカエルがシャアですよねえそしてえサワタリがえアムロそしてカナタがララですよね でカナタはイギリス系日本人、日系イギリス人か。えなんで、これはだからインド、インド系であるナララとまそっくりですよね。まあ、この話は、ナラーの話はね、またどっかでしたいなと思います。はい、でえ、ここで池田の持論が、ね、展開され、これがシゲ先生の持論と多分一致すると思いますが、もちろん素質、え天才であることがま必要だけど、それだけではダメで、え天才が花開くには環境が、ね、必要であると。 いうのか、まあこれが茂野先生の多分哲学でえ、バリバリ伝説から続くものですね。元は天才だとね、思っていた人がでね、実は新たな環境や人に会うことによって、さらに突き抜けていくと。 というのが、まあ、ま、死于の先生の物語の作り方であってですね。まあ、これ、騎手竜タンってやつですよね。そしてまた戻ってくるということで、まあ、古典的な物語の作り方であるんですが、ちょっと違うのは、その天才が、ま、ポジティブに周りに影響を与えることによって、周りの凡人たちも花開いていくというのが、ま、今回、MF ゴーストの構成になってるんじゃないかなと思います。まあ、イニシャル D ではその要素は、ね、 あまりなかったですよね。え、それは対戦相手が毎回毎回違うからっていうのもね、多分ね、あると思います。MF ゴーストみたいに1年通じて5000で対戦相手が絞られてると、登場人物が絞られてる中でのドラマ展開ということで、この MF ゴーストの方が、まあ、シーの先生が作りたかったものなんじゃないのかなとね、思います。 で、えー、ここでですね、雨のドニントンのセナの話が出てくるんですが、これは概要欄、コメント欄にリンクをね、貼っておきたいと思います。これがですね、後々の来週ですかね、ターン16のタイトルになってるわけですね。奇神の走りってやつですね。それがまあサタリ、沢渡りの奇神沢渡りみたいなタイトルが来週16についてると思うんですが、これが雨のドニントンのセナの異名ということで ですね。で、かなたくんのカットが映るんですが、ちょっと横目になってるのはいいですね。ただなんか目線戻したりするのがちょっと変かなっていうのはありますね。あと首の振り方とかですね。で、小田原駅前がね、の背景がね。 映るんですがここが今回の単15の最大の見せ場、萌えポイントなんじゃないかなと思いますね。これ小田原駅前の西口の方だと思うんですが、ここね、今再開発工事中になってるんですよね。これがですね、ここに立つのが美中小田原という建物らしいんですが、これが2020年12月の4日にウィキペディアを見ると開業しているということなんですよね。MFG は 17年の9月4日から連載ということなので、まあ、この号がどれくらいかわかりませんが、2018年頃なんじゃないかなと思うんですね。この原作が書かれたのが。で、その時の資料をもとに、この原作が起こされてると思うので、ここは再開発中なんですよね。今、ストリートビューで見る、ストリートビューではなくて、あれですね、Google マップの俯瞰図でね、見るとですね、 見事にこう、か小田原の建物が、ね、建ってるわけなんですよね。なんで、えー、このアニメのスタッフもね、Google のストリートビューやで、ね、Google マップの俯瞰図、 を使ってこの背景を起こしたのではなくてですね、当時の原作の設定仕様からこの背景を起こしているというね、まあ、こだわりを感じられますよね。ストリートビューから起こしてはいると思うセイノンのところもねなんですが、この背景に関しては原作の写真を貸してもらって作ってるんじゃないかっていうのが、まあ、すごくねこだわりがあって。 で好感度が上がるやり方なんだと思うんですねめんどくさいからこっちでやりますってみたいなことをしないでですねちゃんと原作の資料を引っ張ってきてもらって手続きが2回3回4回増えるわけですよねまあそれを厭わないでちゃんと背景を発注してるっていうのはすごいいい仕事だと思いますねこの再開発がだん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 んですね MFG の中では1年しか経たないでまあ、半年ぐらいしか経たないんでそんなに進まないと思いますけどまた出てきた人 ちょっとね、どれぐらい工事が進行してるのかっていうのがね、まあ、楽しみ。 ですし、この MFG の設定は、原作では 2020X 年ということなので、今で2024年ですから、ビルが建っているんですけれども、MFG の原作の設定だと、ここはもう再開発中ではなくてですね、ビルが建ってないとおかしいんですけれども、MFG 自体が2017年から連載スタートなので、ここは再開発中っていう、そういうなパラドックスが起きているのも、 楽しいかなと思いますねまあ、それがアニメで2024年でまだ再開発中っていうのがちょっと胸やつねポイントでのぞみちゃんがね映るんですがここはなんか雨の流れがむちゃね早いんですねでここでいろいろ書き上がるんですがなんとかのないなんとかだ っていう風にね、言ってるわけですね。これはだから、年を食うと言ってしまいがちでも、こういう名詞がね、出ないんですよね。えだからすごい、例え話をするときに、あの何とかが何とかがあって、まあ言うんで言いまくるんですが、その例え話の両方とも出てこない。 っていうね、親父ギャグなんですが、これよくや、本当にこういうことをね、よく言ってしまいますよね。あ原作読んでないんであれですがあ、原作は忘れちゃってるんですが、もしかしたら放送禁止用語なのかもしれないですね。この二人がね、喧嘩するほど仲がいいと言うんですが、まあ、できればね、血が繋がってない兄弟、 っていう設定がいいかなと思うんですよね。で、最後、えー、ラストね、えー、なんか、結婚しちゃえみたいなね、え、感じになれば、すごくいいかなと思うんですが、血が繋がってそうな感じもね、しますよね、見た目がね。実はまあ、血がつ繋がってないっていうのが一番面白い設定かなと思うんですよね。 で、山内くんね、伊達メガネっぽいですね。レンズ感が全くないですね。で、太陽がね、出てないのにね、やたらこう、道路にね、反射するって前も言ったんですが、まあ今回もそうですね。全然ね、太陽出てないんですけどね。 ここでね、まケ、あ、K マンの前から映るショットがあるんですが、そこがですね、補助灯の LED がちらっと映るんですから、この控えめなね、アピールなかなかいいんですよね。で、アウディ、ね、ステアリングですね。ユニッションがね、ステアについているんですよね。 すごいなんかあれずっと回すためについてくると思うんですけど邪魔じゃないかなってね <laughs> 思いますよねなんかこう D 型でですねなんか本当にゲームの反抗みたいですねペダルがねやたら大きいですよねというかハンドルもでかいんですよねなんかレイアウトが合ってないんじゃないかなっていうね気もします よね。カナたくんによるアウディの解説が 4WD 最強みたいなね、解説が入ってて、これはだからさっきの F1 と対比して今度は WRC っぽいですねえ。うちらの時アウディクワトロ、えもう。 超かっこよかったですからね。そして、え、無茶ね、雨降ってるんですよね。ちょっとやりすぎなくらい降っていて、こんだけ降るとね、あんなにスピード出してるともう、ほぼハイドロだと思うんですよねで。全くこのハイドロが起きてる感が全くないですよね。この、え、アニメはね。はい、セコンドのディスプレイが映るんですが、小形くんかな。天気図がね、あって、これは前から天気図、ここにセッティングされてるんですが、この天気図が現実のこの、え、雨の降りとあってなさそうですよね。まあ、これだけ雨降ってると赤が ヒーローですよね。まだでも青でまだらですよね。あと、地形ですね。多分下のコース図と同じ縮尺で上のマップができ、天気図マップができてると思うんですが、まあ湖のところは、まそれほどでもないんじゃないかなと思うんですよね。やっぱり湖と陸の境目ぐらい。 のところが、まあ雨がすごくてですね。で、こう、山の方から雨雲が移動してくるみたいな形ですね。あと風が吹いたりとかしてないとね、いけないと思うんですけども、ただ天気図の、ね、雨雲がね、なんか生きてる感がないですよね。ただ、まだらに置いとけみたいなね、感じなのがちょっといまいちかな。もうちょっとこう、雨雲が動いてますせ、ね、みたいなね、作図が欲しかったなと思いますね。で、まあ元箱根のね、交差点を左へターンするわけですけれども、 ここはね、私はもう毎回やってしまうんですが、ここは夜走るとですね、今はどうかわかんないんですが、夜走ると、左へターンじゃなくてね、まっすぐ行ってしまうんですよね。だから画面向かって、右下のとこにちょっとゲートみたいなのがあるんですが、あそこをそのまま入れるんですよね。なんかこう、遊覧船かなんかの桟橋になってる、駐車場に、ね、なってると思うんですが、えー、ぼーっと走ってると、普通にまっすぐ行ってしまって、なんじゃこれっていうね、ことを毎回ね、やらか ししてまうんで、すよねでまたね、小田原の工事中が映ってえ、そしてえ、手すりから鳥居が映るという、まあ、デザインのね、遊びですよね。そして、まあ、電子デバイスのね、話になって、池田さんの明快施設ですよね。で、トラコンと、トラクションコントロールと、スタビリティコントロール。 ですかね。を使うとタイヤと、まあ、ブレーキにね、負担をかけるということなんですけれども、まあタイヤに負担をかけるってことですね。ブレーキに負担をかけるってことはね、トラクションコントロールはアクセルオンオフみたいな感じでトラクションコントロールするわけですが、まあスタビリティコントロールは、まあ、ちょっとどこまでね、コントロールしてるかわかんないんですが、まあ4輪別々にですかね、ブレーキをかけたり、アクセルを踏んだり、まあブレーキをかけたりですかね、タイヤのスリップ やあと g の変化などで考慮してブレーキなどをかけて車体を安定させるのがまあスタビリティコントロールなのかなまあ使ったことがほぼないんでね <laughs> よくわからないですけれども、まあ、結局はブレーキに負担かけるってことは最後はブレーキがかかるところはまあタイヤなんでまあタイヤにね負担をかけてしまうとそれも無駄にかけてしまうということですよね実際なら腕が良ければトラクションコントロールもスタビリティコントロールも自分でねまあやればいいわけなんですが 二つあって、それは池田さんが言うように、行動なんで、どこが、どこが、まあ、水たまりになってたりね、それから何か穴があったりとか、わからないということで、あと長いということですね。そしてあと、ハイパワーでですね、それで重い車で自分で操作するっていうのは大変難しい。 ということですよね。え、プラスですね、え、精神的にも厳しいということですね。え、なんでもトラコンとスタビリティでダラダラと運転するっていうのが GT カーの基本ですよね。 で、まあ、ここで池田さんが水溜まりがどこにあるかわかんないって言ってるんですが、これは、えー、かなたくには超有利ですよね。一周目で、路面状況を全部記憶できるということで、ま、二周目以降の、かなた、二周しかないのかな何周かするかちょっとわかんないですけど、ま、かなたくには、え、回を重ねるたびにね、有利になっていくと。 いうことですね。なんか、これにプラス天気変化も、岡田君くんは対応できるっていうのが、まあ強みですよね。これだけ雨が止んできたから、ここは次は大丈夫だっていうのが、全部分かっていると。これはバトル、ドッグファイトするには、非常に貴重な情報なんじゃないかなと思いますね。そして、まあ池田さんが、小方さんをね、煽るわけですね。で、小方さんは、まあ胃に穴が開くと。 いうことですね。まあ、だから甘いものをね、まあ、食べてるのかなっていうね、気もしますよね。お菓子をね。え、あ、駅伝ストレートですかね。まあ、サータリックンのね、スピードメーターの針がぐんぐん上がっていくのなかなかいいですよね。えそして、え俯瞰の背景では、ナマズの、ね、看板が見えて、 あれはね、子供の頃からなんであれナズのあの看板ってずっとありますよね。だから40年ぐらい、50年ぐらいあるのかな。子供の頃からあってよ、ね、う気がするんで、あのナマズの看板っていうのはね、まあ、新しいのもできてると思うんだけど、まああれを見るとなんかね、すごい嬉しくなってしまいますよね。もう今となってはね。そして3位グループですね。ウォータースプラッシュの中走ってるんですが、まあ、サイドウィンドウは普通っていうね。<laughs> 絶対これ入れた方がいいですよ。速度管理する人ね。速度マネージメント。それからもう全体の背景、エフェクト処理みたいなのね。ここは G がどれくらいかかって、ここはどれくらい速さでどれくらい D がかかっていて、で背景はどこを いうの全部ねマネジメントする、まあ、映画で言うところのなんですかね場面をね記録している方がいらっしゃると思うんですがそういう方がマネジメントしないとこうむちゃくちゃになっちゃいますよっていうね特にね雨なんか降ってると G の変化が目に見えて分かってしまうということなんでもう雨の時はねやっぱりその速度マネージャー速度マネージャーみたいな方を入れない 速度と G か。<laughs> そういうマネージャーみたいな方入れないとダメなんじゃないかなってね、思いますね。ランボですが、まあメーターね、タコの針が動かないんで、これ針付きかなと思ったんですが、最後ちょっとだけね、ちょっとだけずれて、これはいいですよね。この控えめな感じがね。そして横っ飛びで並んでいくんですが、これランボと NSX の円膜がね、干渉してない。 っていうのはちょっと気持ちが悪いですよね。で、まあ、結局で、2区の NSX、元々は多分4区なんですが、電子デバイスを取っ払って、2区のミッドシップになってる NSX、そしてまあ、いろんなものを捨ててますから、抵抗が少ないわけですよね。で、4区は抵抗が大きいんで、トップスピードが伸びないっていうね、まあ、メカニカルな抵抗が多いんで、っていうね、タイヤの設置もそうですね。多いんで、トップスピードが伸びない。 から NSX がまあ競り勝ったっていうのも、これも池田さんの名解説、池田さんが来てこそのですね、この NSX とこのランボの対決が味が出るというね、すごく解説と車の改造で NSX は今回から投入されてるわけですよね。そしてランボと NSX の対決と、このバトルとマシンと 解説がが見事にシンクロしていていいいすすごく気持ちがいいですよねでこれは次の、えー、今度日独 GTR 対決にも移るということでこの対決構造のこのバトルの流れというのは相当考えられてるんだなっていうのがここでもねわかるわけですね。今度は肉対4区なんですが4区の方が勝つということですね。GTR ですがこれアーマーゲイかなアーマーゲイのベンツですね。の FRGTR の方は まあでも、FF みたいなもんですよね。まあ今度は FR 対四駆4区、4WD はですね、4WD の GTR がトラクション対決で勝つというね、非常に池田さんの名解説がね、光ると。で名解説のお膳立てとしてのマシンとバトルの設定が 生きているということですね。で、京子姉さんがですね、感動のスピーチをまあするんですけど、まあただね、相手は相葉くんですからね、まあ、いいやつですけれどもね。まあ、マリエちゃんとの演出の違いが注目ですよね。マリエちゃんは目線と手の 組み方ですね。まあ目線もずらして手ももう一回組み直しているということで、まあ明らかに嘘をついていると。自分は本当は真逆であるっていうことがまあ演出になっていて、京今子今年さんの方は微動だにしないと。本心で喋ってると、手の組み替えもなしというのが、ちゃんと演出がここは入っていると。<laughs> なんかおかしいなと。キャラ演出は結構頑張ってるっていうか、細かい 気づかなないようなことを入れてるのにですね車の方の演出はなんか結構おざなりっていうことで、オープニングのね、演出からも感じられたんですが、まあ、今回はキャラ萌えなみたいです。まあ、前回からもそうかもしれませんが、車の演出リソースは走ってる感を出すっていうことにまあ集中して、演出のリソースはまあキャラに振ると。 いうのが、まあ、この MFG のアニメの作り方なんじゃないかなとで。まあ、それがいいか悪いか、私はあんまりね、いいとはね、思えないですが、このキャラ萌えの演出はもちろんね、そのままにしておいていただいて、車の演出のリソースも少し増やしていただきたいなってね、思いますね。で、まあ、バーね、北朝鮮がまあ映るわけですが、ここでカウンターの女性が、深い大人だってこういうふうにね、呟くんですが、このカッ このーはですね声優さんは現役のレースクイーンさんの方らしいんですよね X のポストをコメント欄概要欄に貼っておきますで足の子スカイラインのね入り口をポルシュとアルピーヌがまが買っ飛んでいくんですがで買っ飛びすぎですよねこれだからミッドシップダッチにっていうね <laughs> やりすぎでしょっていう FR のカナタ君だってちょっとこれはないんじゃないかなっていうね買っ飛び感ですねまあ、毎度毎度のミドリード GTR ですがもう毎回 一ね、コーナーの出口でズリッと行くっていうね、かわいそうなね、演出をまされていますよね。相変わらずコーナーの出口でですね、車がみんな一回失速するっていうね、なぜ っていうまことですよね。で、ここで実況で、ね、田中くんが大きく水をあけられてって言うんですが、また偶然ダジャレ、水だけに、みたいなね。つい出ちゃうんですが、出た後に気づいて恥ずかしくなるパターンですよね。親父によくあるやつですよね。おっさんによくあるやつですね。田中くんがまあ、86号車がここです。 って言ってバンと出るとなんか86がそれに応えて1回跳ねるんですけど <laughs> なんで跳ねたっていうねバンプなさそうだしみたいなその演出は何なのかなっていうねちょっと気がかりですねなんかね跳ね方ねちょっと不自然な感じがねしますよねでここで雨がね水平に走ってるですね雨粒ねこれってまあ、えー、よく言われる鉄道とかに乗ってね新幹線に 乗るとです。雨が来るとですね。早いから、新幹線は早いから、雨粒がね、水平になるんだよ、みたいなことをね、子供の頃聞かされてましたけど、まさしくそれでね、新幹線、望みかっていうね、感じですよね。で、ここで終わりですね。で、予告、事後、予告、まあ、さなちゃんが映って、ま、沢渡り。 の物語なんだろうなと。で、ピンクの携帯を使ってるっていうか、サナちゃんのイメージですね。まあ、サナちゃんに対してもまたね、どっかでお話しできればいいかなと思うんですが、えそこでえ、来週のタイトルが鬼人ということで、沢渡くんがアメロドリントンのセナをイメージして作られているということを、まあ、暗示してるわけですね。 で、え、アルピールのステアですけども、R8 とね、同じところにイグニッションが付いていて、同じメーカーが作ってるのか、なかなか、こう、ステアリングにイグニッション付けるっていうのは、流行りなのかなと私だったら邪魔だなとね、思いますけどね。え、アクセルをね、踏んでるんですが、なんか、足が不細工ですよね。ここの作、ね、図がちょっと。で、まあ、足全体をね、ニューッと押し出してアクセルを、ね、踏んでるんですけれども、そうじゃないよな、それだったら、 踏みしろがわかんないっていうか、ちゃんとかかとをつけてですね、かかとを軸にして、親指の付け根ぐらいのところで、じわっと押す感じですよね。まあ、テコの原理、プラス、実際は、だから、微妙な時は、踏むというよりは、足の指の付け根でなんかアクセルペダルを握るようなね、感じで調節するんじゃないかなと思うんですが、まあ、そういうところは全くこの演出から、ま、感じられないな、ということですね。